走るクォーターバックっていうのは、うん、ディフェンスから見てどんな存在ですか？いやもうね、本当にディフェンスから見ると厄介と言いますか、うん、あのクォーターバックは基本的にはボールを渡す、投げる、うん、相手に渡す役なのに、うん、自分が走るっていうのは正直ディフェンスはそこまでケアしてないんですよ。あ、それ以外の人を見て守ってるんで、うん、クォーターバックに走られるとより一つ懸念点がかなり増えるなっていう。だからまあ野球で言えば、うん、そのピッチャーに打順が9番で回ってくるじゃないですか、はい、その人がめちゃくちゃ打ったら嫌でしょ。めちゃくちゃ嫌です。そう、そんな感じなんですよ。めちゃめちゃ分かりやすいピッチャーなのにもう4番打者ぐらい打つみたいなことが起きると相手はすごく嫌じゃないですか。嫌です、最悪ですねそうそうそう、うん、でもそのクォーターバックを止めるためにディフェンスができることはあるんですか？あります、まあ、もちろんあります。それはあの判断の速さとか切り替えで、あ、クォーターバック走るとか、まあ、あとはスカウティングね、うん、このクォーターバック走るクォーターバックなんだっていうのを頭の中に入れとかないとやっぱりそれダメですよね、うん、あとクォーターバックに対する優先度をディフェンス側で上げる、うんうん、でクォーターバックに対して1人割くのか2人割くのか、うん、でクォーターバックを見てる選手がどういうふうにクォーターバックに対して仕掛けていくかによってクォーターバックのプレーする範囲が狭くなっていくんですね、はい、そうするとどん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 クォーターバックの能力が削がれていくので止まりやすくなるが、クォーターバックに人数をかけると他の選手がそう、そう、でもね1個だけあるんですよ。何ですか？人数割かなくてもいい方法があるんですよ。ディフェンスで。そんな魔法があるんですか？魔法があるんですよ。次クォーターバック走るよって言えば大丈夫。どういうことですか？ディフェンスがよし次クォーターバック走るよって言うと、言われるとクォーターバック走るにしても走りにくくなるじゃないですか精神攻撃ってことですか？そう、精神攻撃、これ結構効くんですよ。え、本当ですか？そう、いや試合中ねディフェンスラインはうるさいんですよ本当にあのクォーターバックでプレー始まってこうボール持ってる、うん、はい、待ってるでしょ、はい、ここでプレー始まるの、はい、でいろいろこう見ながらやったら、はい、この辺から4人5人ぐらいでこっち見とんですよ、はいはい、うん、でこっちのプレーやこっちのプレーとか、そう、次こっち来るよこっち来るよ、もう嘘でいいんですよ大体全部、あ、こっち来るよ次、根拠もなく言ってるんですけどね、はい、そう、惑わせたらいい、それがバシッとたまに当たる時があるんですよ。その時は結構いい感じで止まったりするんですよ、はい、そうだから結構口で言うのも大事です